コーンシロップコーンシロップとは、トウモロコシのデンプンを、酵素、酸で分解し糖に変えた、糖液、シロップ。異性化糖と異なりブドウ糖の含有率が高く、粘性が高い。水溶性は低く、甘味度はグラニュー糖と比較して、半分以下と低い。摂氏150度付近で溶解、カラメル化する。八百十一年に、ロシア帝国の科学者 KS ・キルヒホフが、 ジャガイモのデンプンからシロップを抽出する方法を発見した。やがてシロップ製造は工業生産化し、アメリカでは1840年代まではジャガイモを原料として、1860年代以降はトウモロコシを原料として生産された。1960年代に酵素処理の過程でブドウ糖の一部を果糖に変換し、甘味度をグラニュー糖と同等に高めた。 異性化等などの商品名で1970年代から販売されている。水飴デビットエーカッツ、Chemistry in the Toy Store, chymist.com。2019年1月16日閲覧。坂根岩尾、新、遊びの博物誌一朝日新聞社。1986年、38から41ページ。ハロルド・マギー、香材緑役。 マギーキッチンサイエンス協立出版2008年 ISBN 9長7843億2千六6万1606ありがとうございます。